アメリカの木製管楽器職人ジョセフ・モルノーが製作した珍しいタイプのティンホイッスルを3種類ご紹介します。1つ目はこちらのクロマチックホイッスルマーク1です。通常のティンホイッスルはピアノでいうところの発鍵、つまりドレミファソラシの7つの音を演奏できるように6つの指穴が開けられていますが、こちらのクロマチックホイッスルはピアノの発鍵と黒鍵すべての12の音を演奏できるように指穴が設計されています。続いてクロマチックホイッスルマーク2をご紹介します。先ほどのマーク1との違いは、マーク1では左手の小指用にソシャープの指穴が開けられていたのに対して、こちらのマーク2では薬指用に2つの指穴ダブルホールが開けられており、薬指1つでソとソシャープを切り替えるようにできています。クロマチックホイッスルは通常のティンホイッスルに比べて指穴の数が多いので、通常のティンホイッスルの運指に慣れている方にとっては運指が難しいと感じられるかもしれません。ですが実は例えばマーク1では右手の小指と左手の小指、そして2つの裏穴を閉じっぱなしにしておけば通常のティンホイッスルと同じ運指で演奏することができます。そして半音階が必要な時だけ、このように小指、親指を使うと半音を得ることができます。最後にご紹介するのはドロップ C ティンホイッスルです。こちらのティンホイッスルは通常のティンホイッスルが持つ6つの指穴に加えて、右手の小指で操作するための低音のドナチュラルの指穴、そして左手の親指で操作するためのドナチュラルの指穴の合計8つの指穴が開けられています。基本的な運指は通常のティンホイッスルと全く同じです。それに加えて右手の小指を押さえることで低音のドが演奏でき、またシを演奏した後に裏穴を開放することによってモダンフルートと同じようにドナチュラルを得ることができます。つまりこの運指を使うことによって通常の D スケール2長調、これに加えてCスケール波長調の曲も演奏できるようになります。またこの小指を押して低音のドを得るという運指はバグパイプと共通していますので、バグパイプのレパートリーをこのままティンホイッスルで演奏することができます。このドロップ C ティンホイッスルは普段モダンフルートを演奏していて、裏穴を開けることによってドナチュラルを得る運指に馴染んでいる方や、普段バグパイプを演奏していて
バグパイプのレパートリーをそのままの運指で演奏したい方に適しています。